こんにちは、赤パパです。先日ですね、2週間ちょっと前かな、尾瀬の日内ヶ岳登ろうとしてですね、その前日はあの車中泊で過ごそうと思ったんですが、まあ、その動画を上げてからですね、2週間ぐらいでまあ3万ぐらい再生されてましてね、ちょっとびっくりしたんですけど、まあ、それを見たらですね、なんか自分でもなんかすごい、ああ車中泊ってなんか逆に面白いなと、まあ、いうふうに思いましてですね、ちょっと先日の車中泊で自分で動画作っててやっぱり気づいたんですけど、やっぱり車内がちょっと暗いんですよね。でこれはね、もう僕車中泊専門の人じゃないんで、ちょうどキャンプで使うようなランタンをですね吊るしてたんですけど、ちょっと光の拡散とかっていう点ではですね、やっぱりちょっと弱いところありますね。でAmazon見ててですね、なんか車中でも使えるような LED のランプないかと思ってですね、ちょっと探してみたらこんなのがありましたね。これですね、これね、簡単に言うと LED のランプなんですけど、ちょうどですね、長さが30センチちょいぐらいですね、長さが30センチちょいで、まあ厚さが1センチぐらいですかね。まあ、この中が全面 LED になってるんですが、 USB 電源を使う、まあ、USB の口になってますので、これでですねちょっと入れてみますね。カチッ、あ、そう、これね、ここにまあスイッチついてるんで、ちょっと光らせてみましょうか。ちょっとライトを消して、ライトオンしてみますね。お、これはね結構明るいっすね。後ろを見るとね、なんかこう磁石っぽいのがついてるね。じゃあもう一つにもですね、ライトオンしましょうか。こちらもちょっとつけてみますね。おお、すごい見上がる。ちょっとね、こうカメラだとこう光の明るさ補正しちゃうんで分かんないと思うんですけど、かなり明るいですね。どこにつけるかっていう話なんですけど、まあ、やっぱりあの株ママのプレバシーでしょうね。ちょっとね、株ママのプレバシーってどこら辺につけるのかなと、まあ、買った後ね、どこにつけようかなって思うの、ちょっとあの自分らしいんですけど、プレマシーに行ってですね、試しにはめてみましょう。ちょっとライトつけます。そうだね、ちょっと暗いところでね、動画撮影もなんだかおかしいんだけど、明るいんで、そうだな、この方もできるしね。あとは何だろう、ちょっとプラスチックのステーをかませてですね、この3列目の脇かな。あとはこのルームランプですね、これちょうど中間のループランプですけど、ルームランプのところに貼っちゃうのもね、なんだかおかしいんだけど、ただこのルームランプの位置がね、ちょうどあの車中泊してると床の真上に来て一番いいんですよね。悩むね。イヤーゲートにつけてもしょうがないしね。まあちょっと考えてみます。今ね、部屋に戻ってきました。ちょっと仕事がね、忙しくてね、2週間から10もうなんかね、3週間ぐらい休みがないんで、もう今週末まとめて休みを取るんで、その時ちょっと入れてみたいと思います。それとですね、もう一つ買ったのはですね、ズバリ見せちゃうとこれです。ファンですね。これも USB のファンで、車中泊をやってる方の動画を見るとですね、ご自分で換気扇を作ってる方がいらっしゃって、
中でもですね、この USB のこれ USB 5 V ですよね。これから電源取ってる方が非常に多いですね。まあ非常に合理的だったと思うんですけど、こっち側に風が出てますね。こっち側、あ、こう出てますね。あ、これ涼しいね。これ何なんだろうね。パソコンの部品かなんかかな。僕はパソコン組み立てとかはやんないんでわかんないですけど、これとほぼ同じものをなんか車内で換気扇といって使ってるんで、まあ、実際これをねはめるにはまたこれに型枠作ってですね、クラのプラダンなんかでこうやんなきゃいけないんでしょうけど、非常に涼しいですね。本当によくね、最近 USB の扇風機流行ってるけど、なんかそんなのよりもずっと優秀ですね、これ。一応これもですね、車中泊用にプラダンを使ってですね、スライドドアの窓のところにはめ込んで、まあ、ちょっと車中泊の環境をですね、良くしようかなと思ってます。まあ、一応紹介でございました。